つまりは好奇心に取り割れてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らない夜ケーキ、くすきの君と撮ってたんだ。クローゼットでまだ今日も小さな体ただ寄せ合って、ムールのさ変わるのさ外出す演説。つまりは好奇心に囚われてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ、無線の君と撮ってたんだ。クローゼットでまた今日も小さな体ただ寄せ合って、眠るのさ変わるのさ想像たやすい安全。深夜東京の6畳半、夢を見てた。ああ明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳帳に開幕戦打ち上げて、いなくならないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから。ここに救いはないよ、あ早く行っておいで。難しい話をやめよう、とりあえず上がって酒でも飲んでさ、いつも誰にでも言うことを。